じゃあまずはじめに簡単な自己紹介をお願いいたします。三浦と申します。石巻にある県の出先機関で地域振興に関する仕事をしています。本を読んだり面白い本の話をするのが好きなもので、たまたま最近読んだビブリオバトルに関する小説を読んで興味を持ちまして、今回初めて、パトローとして参加をさせていただきました。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ発表に移らせていただきます。ブラタ・エフェンディ・タイトロック。タイトルだけではどんな本かさっぱりわかりません。この本、タイトロックのとはトルコのと、エフェンディはトルコ語で学者先生。この本は明治の中頃、考古学の研究者である村田さんがトルコのイスタンブールに留学した日々を綴った小説です。ヨーロッパとアジアにまたがるイスタンブールは、古代ギリシャの時代には、ビザンティウム、そしてギリシャ帝国ではコンスタンティオープルという古い歴史のある街で、いわば東洋と西洋の交差点と呼ばれています。その旧市街地にある下宿先で、管理人のイギリス人、日本人、ギブソン夫人や、ビナー市のギリシア人、ビニトリス、また、片仏のドイツ人、オットー、そしてムスリムの、ゲナン、ムハンマド、そして道で拾われたオウムなどと一緒に、過ごす賑やかな、また時にはしみじみと穏やかな日々が続いています。いわば東洋と西洋、過去と現在が交錯するイスタンブールで、さまざまな人間、また人間じゃないものですとか、その過去の文物などと出会い、旅し、語り合い、かけがえのない日々を、村田は送ります。しかしそんな、個人の思いをはるかに超えて動き続ける世界の中、主人公村田に訪れる急展開、そして友人たちを翻弄する運命、物語は圧倒的に胸に迫るラストへと続いていきます。一言で言うと青春の物語です。しかしそれは輝きに満ちた充実した、青春の日々というよりも、失われてしまった輝き、出会いと別れ、そうした痛みを伴う遠い思い出の日々であります。それだけ一層胸に、残るものがあります。著者の梨木加子さん、西の魔女は死んだで有名ですが、その他の作品も、例えば日本家屋だったり日本人形だったり、植物だったり幽霊だったり、ぬか床だったり、なんていうかこう道具立てや舞台が失礼ながら地味なお話が多いです。でもそれだけに浮ついたところのない、地に足をついた、そして命を感じさせる物語が多いなと思います。この本も何だか地味なお話に聞こえるかもしれません。でもところどころ薬と笑える場所もあって、とても面白いです。特にオウム、甲高い声で友よ、いよいよ革命だ、失敗だなどと数種類しか言葉が言えないのに、人間の会話へのツッコミが絶妙なんであります。オウムがこの物語のある意味主人公かもしれません。ところでトルコという国は、とても日本に親しみある人が多い、親しみ持つ人も多いと言われています。明治の初期に五回の研究で遭難した軍艦エルトゥルモ、これの救助に日本人が懸命に当たったとか、憎き大国ロシアをアジアの小国日本が日露戦争でやっつけたとか、そういった歴史的背景もあるようですが、この物語を読むと、そうした国と国のことよりも、それよりもこう人と人の付き合い、関わりの中から共感などが含まれていくんではないかということを改めて感じるところです。この物語の最後に村田が言います。国とは一体何なのだろうと思う。この村田が過ごす日々の背景には、第一次大戦へと向かう世界の動きがあります。そうした大きな流れの中で、市井の人々、無名の人々が一人一人の日頃の生活があり、人生があるのだということを改めて思わされます。まさに現在ウクライナの侵略、戦争のニュースを日々報じられる中で、私たちにとって大切なのは、国と国ではなく顔の見えるあの人、心に思い浮かぶあの人が安らかに日々を送れることではないかと、そういった感想をこの本を最初読んだ時に持ちました。
今回初めてビブリオバトル参加にあたって何を紹介しようと考えたときにこの本を思い出したところです。で実は私もこの本は人から勧められて初めて読みました。決してメジャーではないかもしれません。ですがイスタンブールの街並み、トルコの人々の生活、また青年たちの青春の日々、これらを鮮やかに描き出しているこの物語は私にとって他人に心からお勧めしたい、とても心に残る本であります。以上、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではディスカッションタイムに移ります。ご質問のある方は挙手をお願いします。漏らしたかもしれないんですけども、村田さんはなんでトルコに行ったんですか？はい、もともと考古学の研究者でした。で、先ほど言ったその和歌山県沖の軍艦遭難事故で日本人を助けた、それを当時のトルコの皇帝が痛く感激して、ぜひこれは考古研究のために日本から学者をお招きしたいという要請を受けていったという経緯です。で、たまたまこの村田という名字はトルコに一般多い名字なんですけど、なので、それもあって俺選ばれたんじゃないか、なんてことを書いてました。トルコの考古学の研究者です。ありがとうございます。ありがとうございました。次の方お願いします。ありがとうございました。この本、何年後の出版ですか？はい、単行本は平成16年出版です。本当は2000円になりますかね。本の旅人という角川がどっかの毎月のに連載されちゃったものです。ありがとうございます。他にご質問のある方いらっしゃいますか？います。この本に書かれていることで書かれていますが、特に魅力というかちょっと宮城育ちなので、ちょっと詳しくなくて。私も行ったことはないのですが、この物語に出てくるトルコ人は、日本や欧米の人から見ると随分怠け者で、何かあればすぐこう仕事をサボってコーヒーを飲みに行ったり、水着整備したり、だらだらしてると。でも、西洋の観点でその判断するのはいかがなものかという感想を主人公持っています。例えば、トロヤ遺跡を発掘したシュリーマンという学者がいます。有名な人ですが、主人公の、友達 の, その欧米の学者、青年が、いや、シュリーマン素晴らしい、アイソの発掘をしてくれたと評価する一方、このトルコにいるゲランのムハンマダという人は、あれは墓盗人とどう違うの、もともと住んでる人たちも昔から歴史遺跡がそこにと分かっている。でもそこを敬意を持って、掘り返さなかったらだ。いいか、村田、お前はきちんと真実を学ぶんだ。ということをちょっとムハンマドが言っています。西洋とはまた違うしっかりとした独自の観点が感じられます。それは西洋が正しい、日本が正しいではなくて、さまざまな生活がない、さまざまな生き方があるということを教えてくれているように私は思いました。反対にある だからその西洋と東洋 の, その間だからこそ感じる魅力があるんです、ね、はい、それはあると思います。ありがとうございました。お時間となりましたので終了させていただきます。三浦さん、ありがとうございました。